はい、東洋野球生活委員長の島井です。お願いします。本日は、整形外科で、膝に水が溜まったから、水を抜いてもまた水が溜まるについてお話したいと思います。膝に水が溜まるですね。膝に 水が溜まってですね、まあ、整形外科に行って、まあ、その水をね、まあ、抜いてもまた水が溜まるという話なんですね。これはですね、1番目、膝に水が溜まるのは意味があり、水が溜まるが病院、西洋医学、整形外科はその意味を解明せずに水を抜くのでまた溜まるってことなんですね。要はですね、膝に水が溜まる理由っていうのがあるんですね。膝に水が溜まる理由があるから膝に水が溜まってるわけですよね。その原因を解明せずにね、その意味を解明せずにただ単に膝の水を取るからですね、整形外科病院ではですねまた水が溜まるんですね。体からすれば水を溜める必要があるんですよ。水を溜める必要があるから水が溜まるんですね。でも病院整形外科西洋医学というのはね、ただ単に水抜いてるだけなんですね。だからまた再発するんですね。一方ですね、東洋医学ではその意味というのは水が溜まる意味ですね。その水が溜まる意味は明確であり、原因も明確である。治療すれば水が溜まらなくなる、ね、東洋医学からすればですね、水が溜まる原因というのは明確なんですね。その原因のところに、まあ、治療するので、水が溜まらなくなってくるんですね。要はですね、意味があって水が溜まってるんですよ。その意味のところを治療しないとダメなんですよ。でも西洋医学、整形外科はね、その水だけね、その、まあ、原因があって、現象だけを抜いてるわけですよ。だから原因を何も改善してないのでまた水が溜まりますよね。でまた水を抜く、原因改善してないからまた水が溜まる、また水を抜く、これの繰り返しなんですよね。体にとってはものすごく負担ですよね。でも東洋医学からすれば水が溜まる原因っていうのは明確なんですよ。だからその原因のところを治療すれば水が溜まらなくなってくるんですよ。これぐらい差があるんですよね。ですので、水が溜まって困っている方はですね、東洋医学的な治療をすれば水は溜まらなくなりますので、そういった選択をされることをお勧めします。本日は整形外科で膝に水が溜まったから水を抜いてもまた水が溜まる、これでお困りの方はですね、東洋医学の治療を受けられることをお勧めします。以上です。